析できそうもないよ。ミラーピース、これを解析すれば連中の企みの一端をつかめるかとも思ったが、まあまあ気を取り直してミチルちゃんの様子でも見に行こうぜ。そうだな。ミチル、元気だったか？よかった、ミチルちゃん会いたかったよ。あれ、なんだろうこの感じ、なんだか体の中が燃えるみたい。わあ、これは…いや、待て、オルフだと。あれ、なんだろうこの感覚。あの、もしかしてミチルちゃん体調悪かった？うん、この姿になった途端ミチルちゃんの気持ちが伝わってくるような気がして。何？いや、それよりも、から元気だったのか、ミチル。虚偽はやめておけ。検査結果には目を通している。後でわかるんだからな。なんだと？ノロ、ラボへ戻るぞ。え、ちょっと待ってよ、アキラくん。わかった、気にしておこう。データを見てもミチル様の体調は劇的に回復しています。ミチル様の言う通り、本当にロロの新機能の影響かと。また顔を見せる。それまで元気でいるんだぞ。我らが女神ニケイに近づく証明。ここから先は共産党です。そちらの足場、捕獲されてる。
装備の軽量化の方が早い。これはそういう問題ではない。化け物の毛髪でできた道を渡っていくなど気持ちのいいものではないな。それなら抜ける時にロックをしながら使ってみる。うまくすれば上まで登れるかも。起動エレベーターか。二度も行くことになるとは思ってもいなかった。電柱の狙いはおそらく軌道エレベーターで、その先の衛星拠点でしょう。あそこにはサイバーディーバに関する重要資料があると聞いた。エンマークネズミシュレッドストーム。未来は電柱サイバーディーバに関心があるようです。ディーバプロジェクト。その先に軌道エレベーターに続く連絡通路があるため、ゲートモノレスを確認し先に進む。貴様、女神の身ぐしを渡ってきたのか。我らのためその身ぐしを架け橋としてくださった女神の精神を踏みにじる、その悪行。僕の天井が破壊され外に出られるようになった。さすがに風が強い。ジャンプすると風に流されご注意。捕獲されてしまいます。もし避難した場合は何とか振りほどいてください。追い風に乗って脱出だけだ。軌道エレベーターに乗り込むだけだな。ご分を祈っております、アキラ様。お待ちしていました来訪者。待っていた。だあなたが来るのは星の語りかけにより分かっていました。そして星の光はこうも告げています。来訪者は私たちの同志パンテーラの未来を阻む存在だと。星よ、はあ、
私の使命はパンテーラを守ること。私ニケと申します。あなたのお相手いたします。私は続けます。あなたは危うい存在、ね、とても危険。俺に銃口を向けられ、それでも危険を感じない者がいるのなら、この目で見てみたいものだな。そうではありません。あなたの進む道はあなたを不幸にする。このままではあなたが身を滅ぼすことになるでしょう。あなたの大切な人すら巻き込んで。くだらない。敵の猛言に惑わされる俺ではない。俺は俺の信じる神の導きに沿い、貴様ら化け物をさまく。予言なら意味はない。貴様に明日はないのだからな。星がどうやらエターナルチャンス。では私が止めてみせましょう。あなたは星の導きで。くだらんことをいつまでも喋る。そのボタン俺が透明する。エンマー区別シュレッドストーム。ミラーピース回収完了。ノロ、帰るぞ。了解。あんまり遅くなるとノアも心配しちゃうしね。セッティング完了だ。どうだ、ゾロ。オーケー。エクスウェポンシステムオールグリーン。問題なし。いつでも使えるよ。成功のようだな。足りなかった出力を僕の AB ドライブで補う案。けどそのせいで X ウェポンを使用してウェポンゲージがちょっとでも減っている間はフラッシュフィールドバリアが発動しなくなるから、そこんとこ気をつけなよ。まあスパークステラーもそこは同じだから感覚は変わらないと思うけど。X ウェポン、守りを捨てたモロハの剣。好きだ。